ウオズ水族館ウオズ水族館は、富山県ウオズ市三家にある、ウオズ市立の水族館である。ウオズ総合公園の中に位置している。日本動物園水族館協会、日本博物館協会、富山県博物館協会会員。北アルプスの渓流から、日本海の深海まで、日本海を科学する、泳ぐ、百科事典をテーマに、地元の水生生物の飼育に重点を置いた。 特徴ある展示をしている。初代が1913年に創立され、日本海側では初めて開館し現存する日本の水族館としては最も歴史が長い。外壁には数多くの魚やペンギンが描かれている。ホタルイカの生態研究では、世界トップクラスでホタルイカのリアルなフィギュアを制作し見上げ物として限定販売をした。 初代のウオーズ水族館松笠尾が発行することは1914年に停電となった時偶然見つけられた。またこれは世界で初めてウオーズ水族館で発見された。ウオーズ市は富山産業大博覧会の準備段階ですでに数年先には水族館を市の観光の目玉として高級的な建物に建て替える構想もあったが ウオズ大化とその後の復興のため財政危機に陥ったため、二代目の建物を修繕しながら、開館を続けていた。1981年4月10日、原水族館の水量、約240トンの富山湾大水槽に設置された、アクリル製水中トンネルは、日本初のもので、水圧に耐えるため鉄骨の支えがある。また、窒息防止のための換気用ダクトが備え付けられている。 しかし実際は鉄骨も換気を抱くともなくても大丈夫なように設計施行されている。作られた当時はまだ珍しく、なかなか許可が下りなかったというエピソードが存在する。100周年を迎えた2013年4月25日にはトンネルの両入り口に世界初のアクリル製トンネルであり、世界中の水族館のアクリル製トンネルのルーツである。 ことなどを表記した縦 17cm、横 22.5cm のプレートを設置した。出店マークは4匹の魚を使用しており、1匹はウオズのウオ3匹で水族館の水を表現している。このマークは北陸自動車道のウオズ市のカントリーサインにも使われている。ありがとうございます。